はい、足首だけですね。今一度よく伸ばしてあげて、ちょっと、靴紐をもう一回結び直そうか。今、靴みんな中で揺れちゃってるので、だから走りづらいから、ちょっとこっち来てもらっていいですか。靴ってみんな、ここ締めない？ここをちゃんと締めるでしょ。で、靴の本来って大事なのって、こことアンクルとここを固定するので、ね、だからまずかかとをね、こうやってちゃんとアンクルに入れてあげてください。そうで、1個目、2個目、3個目ぐらいまでをきっちり締める。ちゃんと締める。ここをちゃんと締める。で、4個目、5個目ぐらいはちょっと緩めで大丈夫。むしろこれ、足の感覚がいい人はこれで一気に、あ、違うって分かります。で、ここを締めたでしょ、ここ緩めたでしょ。で、一番最後をちゃんと締めましょう。なので、ここのアンクルと、あ、ここね、ごめん、ヒールね、ヒールとここの足の甲とここのくるぶしのところ、この3点がちゃんと締まるようになると、靴がね、フィットするから動きやすくなるよ。うん、固定されたでしょ。だからまずかかとをちゃんと入れるの。かかとをきちっと入れた状態で、まず最初と2番目と3番目ぐらいまでちゃんと締めてみて、4番、5番は少し抜けちゃっている。で、最後にちゃんとここに頑張って足首締めて、で、動いてみて、多分フィット感が全然違うから、そうすると靴の効力が倍になるからね、本来ある形になるから。どう？結構しっかりしない？ね、これで多分靴が一体化するから、靴の中で遊ばなくなるんで動きやすくなる。どう？すごい早くフィットします。ちょっと違うでしょ。スリルが全然違う。違うでしょ。感覚が鋭い人はすぐ分かる。オッケー。ではでは、これぜひ覚えておいてください。